平成23年6月13日月曜日午後、参議院本会議に出席し、木川田議員から東日本大震災復興基本法案について趣旨説明が行われ、各会派からの質疑に答弁しました。夕方、総理大臣官邸に戻り、法制化後第1回となる国と地方の協議の場に出席し、社会保障・税一体改革や東日本大震災復興対策について協議しました。続いて、第2回となる政府与党社会保障改革検討本部成案決定会合を開催しました。14日火曜日、参議院東日本大震災復興特別委員会に出席し、東日本大震災復興基本法案等についての審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。夕方、総理大臣官邸に戻り、新しい公共推進会議、震災支援制度等ワーキンググループ合同会議を開催し、新しい公共による被災者支援活動等に関する制度などの在り方について話し合われました。15日水曜日、総理大臣官邸で第6回となる経済情勢に関する検討会合に出席しました。午後、福島県川俣町の古川町長、飯舘村の菅野村長らから要望を受けました。夕方、第3回となる政府与党社会保障改革検討本部成案決定会合を開催しました。16日木曜日、総理大臣官邸で会津法部商工観光団体協議会の宮森会長らから要望を受けました。続いて、第1回となる東京電力に関する経営・財務調査委員会に出席しました。この委員会は、東京電力の厳正な資産査定と徹底した経費の見直し、さらには事業の見直しを含めた経済の調査を行っていただくことになっております。政府としては委員会の調査結果を踏まえて、その後の東京電力に対する資金援助等の措置を決定する考えであります。徹底した調査を行い、9月までに報告書を取りまとめるようお願いをいたしたいと思います。夕方、クック諸島のプナ首相と会談を行いました。17日金曜日、朝、国会内で二重債務問題に関する関係閣僚会合を開催し、二重債務問題への対応方針について話し合われました。続いて、第4回となる政府与党社会保障改革検討本部成案決定会合を開催しました。午後、参議院東日本大震災復興特別委員会に出席し、原発問題等について集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。夕方、総理大臣官邸に戻り、インドネシア共和国のユドヨノ大統領と会談を行いました。会談終了後、両首脳は共同記者発表に臨みました。18日土曜日、東日本大震災による液状化被害の現状把握のため千葉県を訪問しました。習志野市の被災現場を視察した後、千葉県の鈴木英司知事から被害状況の説明を受け、浦安市の被災現場を視察しました。19日日曜日、総理大臣官邸で福島県の佐藤知事から福島県の子どもたちを守るための要望を受けました。
続いて自然エネルギーに関する総理国民オープン対話に出席しました。このオープン対話は6月12日に開催された自然エネルギーに関する総理有識者オープン懇談会において、ツイッターで投げかけられた主な質問を取り上げ、直接コメントや回答を述べるとともに、全国各地でグループで会場に集まって視聴参加される方々と動画中継を使ってメッセージの交換を行いました。